新矢柱駅は千葉県松戸市日暮れ一丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM14。隣接する新京成電鉄の矢柱駅とは同一地点別構内の相互乗り換え駅となっている。当駅は新矢柱と読むが乗り換え駅である新京成線矢柱駅は矢柱と読む。駅名はこの駅付近より 南方に広がる地域の旧村名東葛飾郡、矢柱村と合併により廃村に由来する。ただし、現在の駅のある場所は、旧矢柱村ではなく旧東葛飾郡港木村という地にある。矢柱の名前自体の由来は、八つの村が柱となって、作った地域から。ちなみに、東京外環状線建設計画時の仮駅名は、新はつかず、矢柱であった。 折割り区間に駅を設けるにあたって蓋をかぶせたような形でトンネルの中に相対式ホーム2面2線を有する。その蓋の部分の上に駅舎がある。事実上は地下駅と言えるがホームの西船橋側先端部分は地上に露出している構造である。完全な地下駅ではないため冷房設備は整備されていない。矢柱駅へは駅ビル連絡通路を通じて 雨に濡れずに行ける。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託している西船橋駅管理の業務委託駅。また、当駅から西船橋方面は、千葉支社の管轄となる。指定席券売機、スイカ対応自動改札機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は19,209人で、ある。武蔵野線内26駅中では、 越谷レイクタウン駅に次いで第13位。近年は増加傾向にある。新京成線や柱駅と合わせると松戸市内の駅では乗降客数が松戸駅に次いで2番目に多い。新京成との乗り換え客よりも周辺住宅地住民の利用の方が多い。開業以降の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。出店広報資料。 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。